RD-270 は1960年から1970年にかけてソビエトの大久部 -456 によって開発された単体の燃焼室を備えたに液水神経の液体燃料ロケットである。月面到達を目指す UR-700 と UR-900 ロケットシリーズの第一弾に使用される予定だった。 1970年12月31日に搭載予定のロケットと共に開発は中止された。ソビエトとロシアにおいて単体の燃焼室のロケットエンジンとしては最も高水力で地表で640トンの水力だった。推進剤には非対称ジメチルヒドラジンと4酸化ニ日ソが使用された。燃焼室圧力は当時最大の約26分破だった。 この圧力を達成するために燃焼室へ送る前の推進剤は酸化剤立地と燃料立地の状態で駆動する二組のタービンを駆動した。これにより地表での飛水力は301秒に達した。1970年12月11日にロケット本体と共に開発が凍結され試験用エンジンのみが残された。二千九年時点においてソビエトとロシアにおいて 単一の燃焼室のエンジンとしては最も強力である。RD-270 の開発は1962年6月26日にバレンティングルシコの主導の下で開始された。1967年には予備調査が完了した。完成当時は高付点水進材を使用するエンジンとしては世界で最も強力なエンジンだった。 海面高度での作動のために膨張比の小さい短いノズルを備えた実験用エンジンが製作され、1967年から1969年にかけて燃焼試験が行われた。22機のエンジンで計27回の試験が行われ、そのうち2機は2回、1機は3回試験された。後に UR-700 ロケット計画の 中止によりすべての作業は止まった。エンジンの開発中、理論上高比水力が期待される、ペンタボランジップ、推進剤を試験するために改良された、RD-270M で試験を行っている。燃料のペンタボランは、大きな毒性の問題をはらんではいたが、エンジンの比水力を42秒増加させた。試験は、環境上の問題により、局地的に実施された。 N-1 ロケットのために改良された、RD-270K も開発されたが、地上試験の段階で問題が解決しなかった。エンジンの出力範囲は95から105%で、水力の噴射方向は R-56、ロケット用の場合プラスマイナス12度、UR-700 ロケット用の場合プラスマイナス8度で調整できる。 酸化剤と燃料の混合比は2.67で7%変えられる。高肥水力と高圧の燃焼室圧力を達成するために RD-270 は2系統のフルフロー2段燃焼サイクルを適用している。2組のタービンと予備燃焼室からガスの状態ですべての推進剤が循環する。1つのタービンは燃料リッチガスで燃料ポンプを駆動し、 もう一方は酸素リッチのガスで酸化剤のポンプを駆動する。その結果主燃焼室はガス発生器から送られるタービンを駆動後のガスのみを燃焼する。エンジンの制御装置は燃料系統と酸化剤系統の2つを独立して調整する機能を有する。主燃焼室にはフィルム冷却による冷却のために内部に溝が4本あり。 ノズルの最も加熱される部分は熱防御のためにジルコニアによって被覆されている。ありがとうございます。